はい、レオンチャンネルの買いすぎ大量買い動画へようこそ。今週はおもちゃがめちゃくちゃ出ましたね。そしてギター、ゴーストー、ゴーストー、まず仮面ライダーゴーストのメインの変身ベルト、デラックスゴーストドライバー、定価はオープン価格で今回は6980円。例年と違ってホルダーとのセットはなくて、これ一種類のみでしたね。外箱はいつも通りなかなか大きくて重さもありますから、後ほどすぐに開封しましょう。さらに4モード変形デラックスガンガンセイバー、定価は5500円で今回は4980円。ここ最近のライダーの武器ってハンドル剣とか無双セイバーとかシンプルめなやつが多かったので、これはガチャガチャっと4モード変形するそうですから、ウィザーソードガンとかよりさらにすごそう。そしてボーイズトイアクションフィギュアのゴーストチェンジ01、仮面ライダーゴースト俺魂、定価は3200円で今回は2560円。アームズチェンジ並みに楽しそう。今回ホルダーはないんですね。そしてウルトラマン X からは剣デマーガ、ものすごいかっこいいんですが、定価は2500円で今回は2000円。次回予告でピーチの港さんも変わった役で登場してましたよね。あとは今週発売の食玩衝動仮面ライダー VS、 1個500円ぐらいしたんですけど、なんかめちゃくちゃ評判いいですね。あとは明日から始まる鉄血のオルフェンズのガンダムバラバトスを買ったのと、いつの間にか発売してたスターウォーズの定番フィギュアも買いました。とりあえずカイロレンとキャプテンファズマ、そうそうそう、ソフビも武蔵が発売しましたね。定価は900円で今回は720円。プロポーションがいい感じ。あとはフィグマの番長鳴上優ですね、定価は6000円で今回は5700円。総長も持ってますから、これで2周目が再現できますね。それと予約から約10ヶ月待ってフィグマ馬がついに到着しました。これはちゃんとレビューします。それと次にレビューする SIC はオーズのタタバ、それとサンダーバード関連の新商品も買いました。まずはサウンドビークルシリーズの1号、2号、4号、3号全種類買ったのと、デラックスシリーズの2号、4号も買いました。デラックスシリーズは今のところこれのみですね。ということで今週はこれこそ真の大量買いって感じですけど、まずはゴースト系のデラックス玩具をこの後一気に開封しましょう。